高井さん。はい。地元北海道。ああ。和見物商。いや懐かしいね。ああ。懐かしいね。こっちだとハンドル握れるんすね。そう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 。こっちはね、もう地元だから。ああ。もう庭みたいなもんだからさ。あ、そうなんすか。もう軽トラ。はい。軽トラももう乗りましょうもうこの辺。さっきエンジンかけれてなかったですけど。だからもうちょっと、まあまあそのエンジンが一番難しいって言うから。いや、そんなことないけど。そこが。エンジンをかけるところが一番のその肝みたいな言うからね。あ、そうなんですか。そうそうそう。そんな感じだっけな。いや、まあ今日はさ、まあせっかく、はい、に来てもらってるから、ケンブチ。はい。いろいろその、教えてやるよ。あ、ケンブチのホットスポット。あるんすか。いっぱいあるよ、そんなもん、もちろん。俺の思い出のね、わしとかも。ああ、あります。もう、ほぼ今、高井さんと緑。あ、じゃあ、18年くらい、やっぱ。知ってないですけど、はい。18年生まれ育ってるから、やっぱり。まあ、そうよね。そうそう、もうこの辺はもう俺の、そのもう家の近くだから、もうほんと畑しかないからさ。はいはい。もうちょっとね、なんか見物っぽいところ、行きたいんだけど。そうね。みなかわさんちね、ここね。え、みなかわさんち。みなかわさんに許可取んなくても大丈夫。みなかわさんち、ね、特定されない、大丈夫。みなかわさんちだから。すごい、ウインカーそんな音なの。まあ見物の軽トラはもう。あ、そうだ。どこ行こうかな。いや、だからそんな、トシキのお父さん働いてるよ、そこね。そこはトシキのお父さんが働いてるところ。結構情報出てるけど、うんうん、踏切、そうね、一応ある、まあその仕事で来てもさ、うん、札幌でとか、うん、だからそういうパターンとかもあるからさ、意外と行ってないところ、まあ、結構高いんち泊まってるけど、うん、あるでしょ、結構結構来てるけど、こうやって結構さ、この時間ができることなかったから今まで、ね、なんか時間あったらどっか行ったりとかしてたけど、うん、今回そのマジで手回しで軽トラだから、軽トラだからね、軽トラっぽいだろう、うん、結構で夜まで時間があるから、うん、夜家の納屋で焼肉するんだけど、うん、それまではね、もうちょっと俺の運転をさ、ちょっと見てもらってさ、うん、運転な、まあ都内で運転したいよな。そう、俺は軽トラしか運転できないから。いやでも今珍しいんじゃない、その軽トラ以外運転できないんだよ。マニュアルやっぱさ、こうなっちゃうからさ、グッグンってグッグンってね、これ、うん、もう少しのこの切り替え、もう少し上手かったんだけど、やっぱもうマジで数年ぶりに運転するから、ちょっと久々にやったらこうなる。ああ、あったあったあった、ほら俺の1個目の思い出の場所スポット、こう曲がって、ちょっと思い出スポットには見えない景色、ね、はい。平波球場って言いまして、あ、ここ、はい、球場は、ここはね、その見物はもう球場です、ここがグラウンドあるでしょ。あ、これ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 、あ、これがもうその、あの俺がね、その小学校の見物ボンバーズ時代よ。あ、そう、見物ボンバーズ、見物ボンバーズ時代にその、はい、練習してた平波球場ですね、これね、あ、ほんとだ、すごいでしょ、このもうちょっと開けたとこ多すぎて、うん、うわ球場だってならなかったな。ここですわな、これもう、あー、この辺も行ったらもうその野球ボールいっぱい落ちてるから。そうなの、拾って帰んない、もうなくなっちゃって。なこれベースの管理大丈夫、これベース管理はもうこれあれ、あの、おもりと一緒だから。おもり代わりにベースを、あ、ベースをやってんだね。いや懐かしい、うわー、めっちゃ懐かしいわ、ここ平波球場。ああ、なんか何したんすか。いやもうだから野球、ボンバーズで、ボンバーズ小学校中学校の時に野球部で、もうずっとその練習、もうグラウンド、普段はね、うん、グラウンドで
学校のグラウンドで練習するんだけど、うん、その練習試合とか、うん、土日のそのなんか結構その強めの練習したい時とか、この平波球場借りて練習して、ここでねその野球したね次と言おうかな思い出あるんすよね、野球したね、野球はね。そうこのね、もう少し行ったとこにあの駅前旅館って、その、はいはい、駅前旅館も、ね、俺がよく行ってたそのカレーとラーメンがねめちゃめちゃ美味しい、 そこにね、うん、みんなで行って、チャンネルでもね行ったね、行った、そこにね、もうすぐそこだから、それがそこ行ってましたね。あ、そう、こんな近かったっけ。そう、もうカレーラーメンでしょ。カレーラーメン、そう、カレーとラーメンセット、あの俺の一個上の先輩がの お店なのよ、その古山さんってとこ。あ、そうなんだちょっとごめんね、こっから慣れていくから、こっからこっからね、踏みすぎよ、慣れていきますからね。うん、だから練習試合やった後に、うまいんだけど、え、うまいんだけど、うま、うま、いた、今ポニーとかじゃなくて、ポニー、ポニー、あ、分からん、うわ、うまい、取れてたかもしんないけど、うまいたな、あれは俺の思い出だね、あの馬、知らない馬、知らない、知らない馬がいました、多分最近の馬です、ね、どうしようか、学校でも行く、じゃあ俺の母校、あ、通ってた、うん、母校でも行ってみようか、近い、あ、近い近い、この辺全然行ける、あれ勝負んじゃない方、それこう、あの高校だから、うん、小学校、中学校は県部の学校行ってるからね。ああ、そっか、高校は電車乗んないといけない。そう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 、ああ、待って、間違えたな、これ、ここ、アンダーパス行かないといけないのに、これ行っても意味ねえわ、これここアンダーパスぐるっとなっちゃうわ。うん、そう、間違えたな、ちょっとここね、俺がキックボードで、うん、あのみんな自転車でここあの通ってる中、俺キックボードでさ、この降りてさ、うん、あの排水溝の溝に思いっきりタイヤ挟んで、うん、あの思いっきり転んだんだけどあの自転車が先行ってるから、俺一番後ろで誰にも気づかれない、だらけになってだからそれこそ平野球場にみんなで行こうってなった時に、うん、その血だらけ一人だけ俺血だらけになって球場行って、お前どうしたみたいな、うん、みんな自転車先行ってるから、ね、知らない、あるじゃん、いい思い出。ここだから左で、こっちから行っとくかな。あ、第一村人。第一村人だっけ、ちょっと声かける。知らないだもん。知らない人。知らない人だから。それぐらい人がね、人はいない。こでもあのここ今一番のシティだ、ここ。ちなみに、あ、この辺だと、この辺マジ一番のシティ。知らない道来たな。あれあれ18年いたはずじゃん。知らない道来たな。ここあんまマジで俺一回も通ったことない道。えあ、でもここを曲がるでしょ。ごめんね、今すごい迷ってるわ、今全然。え、迷ってるっていうか、まあ、ナビとかないから、じゃなくて地元なんかスイスイでしょ。スイ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 、ここも自転車でもう何回通ったかって。なんかここはちょっとね、メインの通りっぽいんだけど。あ、そうそう、ここ花もいかついもんな、ちょっと、うん、真っ赤な、なんだこれ、綺麗だな、これもう見物にしか咲いてない。すごい量、見物にしか咲かない花、見物にしか、ここにしか咲かない。これがアンダーパス、一番ね、この見物有名だね。これもう少し後ろの方から見て、夜見ると分かるんだけど、この街灯がハートの形になってるのよ。え、ハートの形に見えんのこれ、今はね見えないんだけど、これがね、その見物のこの映えスポットですね、一番の。写真を撮るならね、ここです。県部地、地下通路。地下通路です。はい、地下通路。はい、終わり。地下通路、終わり。ローの文字削れてなかったな。それはもう県部地なんだね。まあ、ローはもう見せない。ローは見せない。はい、郵便局です。あ、まあ、郵便局があれば。
そういう現状がありますね。中心地っぽい、ね、セルフ。あ、そんな安いもんでは、ちょっとあーでまあまあまあ会員だと161円。うわー懐かしい、この通り山本でみんながもう全員飲みに行ったことある居酒屋山本で大人が全員行ったことある。で俺が子供の頃メガネ買ってた藤原さん、メガネショップ藤原で町の駅で、あっち俺のばあちゃん、すごいな、見事に見事なゴーストタウンよね、このなんでどこがゴーストだよ、いるだろ、ほら人いる、いるだろ、旗渡ってるだろほら、美容院だよ、ラッシュ保存状態のいいゴーストタウン、違うよ、違う、僕、吉武ね、この最近なぜかあの、お、え、大盛りキャラメルの、キャラメルの吉武、え、そんなあったけど生キャラメルの吉武、あ、そら、後藤くんせ、最近いろいろどうした大丈夫か、エンブレしまうっつねー、ほらほらほら、いるだろ、ほらめっちゃ、いやまあまあ犬と犬といたぞ、今犬1に対して人まだ3ぐらいだからさ、まだ犬と割合はね、割合がすごい、やば、いけいけ、黄色い、まあまあまあ、やばい、はい、小学校来ました、あ、ここ入ってっていいんだ、わかんない、ダメかこれ小学校ですね、でも僕の、え、門とかないの、正門とか、正門あったじゃん、今そこに、え、あれ、あれ門なん、門だよ、あ、やっぱもう今夏休みだから、そうだ、ちょっとまあ開放っていうかしてんのかな、うわー懐かしい、すげえな、ソーラーパネルの量、ソーラーパネルはなかった当時、こういうなんか でかいみんなで作る絵とかがなんか学校っぽいわ、うん、これね俺がそう、もうあれ絵変わったんだよ俺の子供の頃と、でそのここねバス停があって、ここのここみんなでねこの隠れたりとかして遊ぶこのね森があってね、森が隠れられる、隠れる、ここで隠れもしてるのみんなで、エペだとしたらもうめちゃくちゃ弱い場所だけど、はい、そうなの、あー、このハンクラッチ難しい、あーちょっとごめんなさいね、はい、演奏しました、でもまだ1回だから、まあね、まだ1回はね、ちょっと待ってな、小学校、小学校ね、伸びるよ伸びるよさわらびの春雪分けて、あー効果覚えてんの、はい、ですね、うちのですね、ですね、あーでも校庭広くていいな、グラウンド広いでしょ、広い広い、こんな広くなかった、ちょっとねグラウンドがね、そう広いのよ、誰もいない、で、そのあの裏に公園があるんだけど、児童公園っていう、うん、あそこの裏にあのコンペイトおじいちゃんっていう、コンペイトをくれるおじいちゃんがよくいて、え、うん、で、そのおじいちゃんはあの3人いるって言われてて、あそこでさっきまで会ってたのに、うん、自転車でこっち行って、うん、あの向こう、それこそ平波球場とかに行くと、平波球場にもそのおじいちゃんがもういるんだよ、もう、ミッキーみたいな、そうそうそう、あのあれおじいちゃんいつの間にもうそっち行ったのみたいな3人いるって言われてたよ、コンペイトおじいちゃん、コンペイトマー君、マー君コンペイトくれるの、裸で、裸で、裸のコンペイト、ちょっとコンペイトあれだな、お、来ましたよ、そしたらここはあれ、でもちょっとセイコーマートですね、綺麗めのマンション、そう、この辺は多分ね、最近割とできた、あ、セイコマ、はい、セイコーマートです、このね冬の歌あったよな、なんか
メリーメリークリスマス、メリーメリークリスマス to you、 セイコーマートから、メリーメリークリスマス、メリーメリークリスマス to you、 セイコーマートから。秋山さんのオリソンっぽいんだよな、なんか作りそうな、これね、うん、あ、でもすごい、セイコーマートめっちゃ車止まってるよ。セイコーマート do 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 セイコーマートですね、これがね、セイコーマートですね。これはもう、はい、もう中学校がすぐそこにあるんだけど、はい、もう中学校からもうすぐもうた何か寄り道して買い食いしてよくね、ホットシェフのカツ丼を食べてたよ。あ、え、こっちはさ、ここが中学校、ここ買い食いセーフなの普通に。買い食いはね、まあやってたよ全然。あ、野球部の部活終わりとか。そう、これ中学校、このグラウンドでけえでしょ。確かに。あ、なんもね、遊具ね。これも中学校だから遊具、ね、ストロングな校庭。あ、やばい、なんか急に。やばい、やばい。いや、左、左。やばい、やばい、やばい、やばい。ちょっと待って。左のレバー。こっちか。うん、それ下げれば。よしよし。あぶね。これが中学校ですね。はぁー。なんで、なんで、なんで、もう一個下かな。逆、あ、逆なんだ。上待って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 、雨降ってないのよ、おっしゃい生きてた、あとまためっちゃいい天気だから、うん、これ中学校ですね。これもう姿形変わらず変わんないね、中学は。あの、いやー、剣淵中学校のさ、うん、あの、うん、剣淵中学校ってあそこに書いてあるけど、はい、もっと大きいやつにしたらよかったんじゃない、その甘しすぎじゃない。確かにな、そのデカさにしてはな、なんか、うん、読めんかったよ、豆腐から。あとね、あの俺の中の持論なんだけど、あの剣淵のぶちの感じあるでしょ、うん、あれがあの難しい方の深淵とかの円の方じゃなくて、 うん、あの感じのぶちは、うん、あのダサいっていうえ、このぶちダサいっていう。いや、インディアンスの田淵さんとかこっちじゃなかった。いや、じゃあもっとあのこっちだ、この深淵とかさ、あの難しい方でしょ、あの難しい方の方がかっけえだろっていうだから、いや、でもこれにもちゃんと意味があるでしょ、多分。だからこれを普通にその書くときにこっち使ってる人を俺信用してない。え、なんでこれが正式なんでしょ、だって。え、違う、正式はこの、あ、縁の方。いや、だから正式ってか どっちも正しいんだけど、俺は信用してない。こっちのブチを使って。あ、そうそう、こっちこっち、ほら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 、これ、これ、こっちの方、こっちの方。あ、そうだ、そうだ。ほら。これね。こっちはかっけえじゃん、絶対に。かっこいい。絶対かっけえだよ、うん。あっちのフチなんであの感じにしてるのか、俺はもう許せない。書きづらいんじゃないか。こっち、でも書きづらいからこそ。でもそうだな。この、どっちも見える場所でさ、違う、なんで変えたんだろう。へぇ、剣淵七不思議。これがそう。の一つ。フチの字がなんか、変わった。そう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 。うちの字、これこっち。え、これは高木が入った時からもうこうなっちゃってる。そうそうそう。俺の知ってる時から、縁がね、2種類あるんだけど、もう一個の方はもう俺は信用してない。あっちの縁を使ってる人。かっこ悪いかな。かっこ悪い。あ、いいな、この辺のなんか綺麗な家。この辺結構新しい。金太郎飴みたいなね。その、まあ、同じ感じ、褒め言葉ではないけど、 なんて言ったらいいんだろう、そういう家、まあ、なんか長屋じゃないけど集合住宅っぽい。あ、ここはだからあれや、その先生とかが住んだり。へえ、近っ。遠くからあの来た人とかが住むような。で、買い物成功マートでしたよ、ね、買い物成功マート。勝ち組、買い殺しじゃんか、そんな。買い殺しこの半径30メートルぐらいで住みそうな生活空間。まあまあ、セイコまで全部は足りないけどさすがに。でもまあこっちの方来たことなかったわ。この辺来たことないでしょ。ない。この辺はね、俺の友達がいっぱいいるから結構よく遊んでたよ、この辺。友達の家が結構ある。でもね、
チャリとかで行くにはちょっと遠いよ、気持ち。いや、でも基本チャリよ、もう。チャリ。まあ、でも小学校の頃歩いて行ってたりとか。それが今の馬力にまだ繋がってんのか。全然な。チャリ通。うわ、元気かな、タカ。え、あのタカ？あ、タカはほら。島のタカ。そう、ヤギシリの。ヤギシリでね。ヤギシリのタカはもうこの辺よ。よく遊んでた。安くてでかい家に住んでるタカ。ヤギシリだな。とんでもねえ。役所勤めだ。ヤギシリにね、骨を薄めようとしてる。島行きてえな、まだ。楽しかったよ。天理島とかも行ってみたいんだけどな。あれ、これこっち行ったら神社なかったっけ。あっちにあの山があるんだけど、山ってか森みたいなのもあるじゃん。まあ、森は見える。あそこがね、見物神社みたいな神社があって。へぇ。お祭りとか、あの辺で。神社祭っていう。神社祭ね。見物神社祭。ヤギシリ電動チャリ増えたかな。いや、まだ2台しかないだろ。3台か。3台。電動3台。で、はい、来ました。あ、B&G 体育館。B&G、 あ、これ B&G 体育館、これね、体育館ですけど、うん、だからこの町のそのイベントなんかなんとかミニバレー大会とか、うん、そういう大会とかそのなんか、ま、行事をね、うん、ここでやってたんだ、体育館で。へえ、学校のじゃなくて。あ、こっちあれじゃん、かっけえ縁じゃん。そう、あ、いいね。やるね、やっぱいいね。プールね、このプールがあります。プール授業の時は小学校からここまで来て。どれこれがプール、この緑の。あ、これ、これプール、プールファンがついてるやつ。そう、これ。あ、これプールなんだ。でも結構何人かいるね、子供たちのその自転車が置いてあるから。本当だ、プールやってんだろうね。へえ、温水じゃないか、冷たいなよ、ここ。キンキンに冷えてる。え、学校にはなかったの？学校にないからプール、ここまで来てた。ここまで来んだ。うん、さっきのとこから。へえ。で、この謎の広場がよくね、その仮装盆踊りをね、ここでやってたの。盆踊りやってる。仮装？仮装盆踊り、みんなでその参加したチームみんなその仮装をするのよ。仮装ね、コスプレ。そうコスプレをして盆踊りをして、その仮装のクオリティと盆踊り頑張ったかどうかで、そのなんか賞みたいなのもらえて。へえ。賞入った人、その中学生以上が何千円とかもらえるの、1万円とか。あ、で、小学校は お菓子。小学生はお菓子。だから、ね、結構みんな割と張り切ってやつだ。へぇ懐かしい。あ、そんなんだ。そう、仮装。俺、その、あの、サモン豊作のね、コスプレしてね。巨人の推しの。サモンね。お菓子いっぱいもらったの。兄弟いっぱいいるやつ。そう、巨人の推しのみんな、その、星ヒューマとか、その、地元、みんな友達みんなやってね。仮装モードやったわ。寄せれそうだな、確かに。赤羽にも赤羽バカ祭りっていうのがあるから、ね、なんかあれも仮装だからね、ちょっと通ずるところが確かになあるかも、ね、あっちは目的ないんだけど、もうただやりたくてやってる。そう、バカだから、うん、この辺に確か学童があったんだよな。あ、これ見物高校ね、これが。学童、学童この辺にそんな鍵っ子っていうかいるの？俺もだから行ったことあるよ、何回か。まあ遊びにね、うん、あるけど、そんなまあ預かるような治安か。まあまあ、その結構その農家以外の人とかもいるから、普通に共働きの人とかいるか。見物高校はね。あ、武道館あるじゃん。あ、武道館ある、武道館ある。あ、俺これあの俺がその和太鼓と柔道やってた頃、どこ道場。あの見物武道館、見物武道館、ここでね柔道をね、うん、やってたんだけど、3ヶ月で膝悪くしてやめたの。で、今もまだずっと痛い。オスグッドをね、ここで作ったから、なった。懐かしい。どうしよう。女の子にぶん投げられたから。やめろよ、お前もう。言うなよ、トラウマになって。この場所見て、それ言ったらもう思い出しちゃうじゃん。めちゃめちゃ小柄な女の子に、めちゃめちゃ一本、綺麗な一本背合い決められた。
神髄よな柔道のでかい相手を投げるっていう、完全に俺の体重を利用されてる太郎が大好きなやつそう、ここで投げた、はい、二足のすいませんでした。見物高校はね、この普通科じゃなくて福祉と、うん、農業科みたいなのがあるから結構あ介護とかそこ高校後、あ、そうなんだ、普通科だけじゃないんだ、そう福祉科だから、ああいうなんか販売とかして野菜とかを、あ、これもなんか学校だ、これがそう、学校が作っやってる、農場みたいな、でも本当銀のサチ、銀のサチでしか見たことないやつだ、ベーコンとか作ったりするんだな、そうそうそう、ここ、これ健康センター、これかなりなんかこれはね急に未来的な形よ、なんかトレーニングルームとかあんだよここ、だからたまに行ってた、ここ結構その町民だったらマジでなんか無料だったかいくらかめっちゃ安くで行けるんだけど、うん、それでトレーニングしてたの、トレーニングセンター赤羽にもありますよ、そうそうそう、赤羽とあのタメ張らなくて通ずるところが通ずるものを別に無理やり探さなくてちょっとあちょっとぐるっとね、うん、まあそうね、こんなところかなあとなんか見たいとこある、馬見に行く、さっきの、うん、あれ思い出ねえから思い出もないから、日本の館とかもあるけどね、フラッと高いの昔を知ってるおばあちゃんとかいねえかな、いやちょっと空いてえよな、なんか知り合いとかな、そのなんか地元の人もみんなここ離れちゃってるからさ、あんまいないよな、知り合いとかな、この薬をこの俺が塾、うん、あ塾、俺が行ってた塾あれ俺が行ってた塾どこだ、もうちょっとこっちか、え塾なくなってない、ここじゃない、なくなってるかも、俺がその階段で落ちたでおなじみ俺がその 塾終わりで階段から転げ落ちて尻餅ついたでおなじみ、元気悪、うん、なんか勉強する場所で英語の塾で森とがその塾入って数ヶ月ですぐ辞めたでおなじみの、うん、元相方ね、地元から一緒に出てきた、でここが絵本の館ですね、この剣武師匠とやっぱうわ、そういえばトラクターめっちゃある、あ、そうそう、これ西尾直樹さん、かっけー、これちょっとね、重機好きなんで、うん、ちょっとうちのおばちゃんが働いてるの、この西尾直樹を、あ、これが絵本の館ですね、来ましたね、初めて、うん、ここに来た時に来た気がする、あ、そうかもね、あれが初めてだったと思う、絵本の館、あれここもし、あれポケモンの蓋んじゃねえかな、そこに、それじゃない、それ違うかな、あ、ほら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 、あ、ちょっとこれちょっと見える、剣淵のポケ蓋っていうポケモンのマンホールが、そう、北海道やってんだよね、そう、北海道が全国各地にあるんだけど、うん、剣淵にもあって、それがこの絵本の館にあります、ひと月とアローラロコン、アローラロコン、そう、剣淵の剣だからひと月も、ロコンはアローラロコンは、これ北海道がもう全体的にそう、アローラロコン、北キツネということで、剣淵は一月、はい、かっこいいでしょ、うん、よし、行くかしらあんまりやるしょうもない、ごめん、そんなにテンションも上がってない、あの初代のさ、ポケモンとかだったらさ、まあ、うわーとかなるかもしれんけど、一月、一月はが暴れてる時代を知らない、いやもうギルガルドがすごい時期あったけどな、あ、そうなの、ギルガルド進化したギルガルドも、へえ、うん、こんなとこかな、うん、これが、うん、高井の生まれ育った町、うん、剣淵、剣淵フロム剣淵AK 剣淵、よかったら皆さんも遊びに来てください、今行ったスポット回ったらいいの、今行ったスポット行ったらもう全部、剣部ちゃん全部わかる。もういらん、いらん、他行かなくて。
今のスポットのみで、はいはい、楽しめますんで、はい、じゃあ高井の思い出巡りでした、はい、あ急にイキリキャラを思い出したかのようにやり始めたけど、そういえばやってたね。あじゃあ俺の思い出、あ楽しんでくれた、はい、歓迎してっからやけんぶち、はい、絶対来いよ。じゃあな。